これはそのための取材。さっきよりドキドキしてる。そりゃ可愛い子が触ってきたら誰だって心拍数が上がるだろ。口説かれた。口説いてないって。私に惚れちゃダメだよ。王子様になる覚悟がないなら。むしろ魔王よ。女の子を手当たり次第に貪る魔王。夜の魔王。魔王ね。魔王よ。なんだよ夜の魔王って。おい、どうしたの。胸が当たって。私は構わないわ。それとも、はしたないお姫様は嫌い。ミソノは平気か。爬虫類とか割と嫌いじゃないです。飛んでください。本当だったんだ。だったらミソノ先輩、どこかに遊びに行きませんか。こう、二人は随分進展しているようだな。ソフィーちゃん、夜だよ。起きないの。あと5分。私、天野あかり、普通の女子高生、吸血鬼の女の子と一緒に住んでいます。こうして見ると本当にお人形さんみたい。呼吸も体温もない、年も取らない、吸血鬼って素敵。早く誰でもいいから男スタッフ来てくれ。留守電聞きました。何ですか、ホテルになんか呼び出して。おお、よく来てくれた。ありがとう。まさか先生。デビューはしたいけど、そういうのは無理です。何言ってんだお前は。総君が退学とかどういうことなのかしら。大丈夫。ちゃんと考えてるから。大きくね。もうその辺でいいんじゃないかな。ね、総君優しいのね。いい子に育ってお姉ちゃん嬉しいわ。お主らはやらんでよいからな。手伝おうと思って。あ、今は結構です。さっきのことなら大丈夫だよ。俺はお前が男でも構わない。そうか、実は俺もお前のことが。ナナカさん、今のはですね。ごめんね、ユリ君。私ちょっとお友達に電話してこないと。だが、ユウスケ、それが何かはわからないけど。なんですか。わかるだろう、誘惑しているのだ。さあ、遠慮なく既成事実を作るがいい。できるか。暴れるな。すぐに終わらせてやるから、天井のシミでも数えているがいい。いや、お母さん。そうか、いよいよ今日のメインイベントだな。緊張してきた。どんな風になってんだろう。窓ガラスを割ってしまったをアイテム3つで解決ですか。これでどうするのよ。空になった消火器と血のついた鉄アレイで。落ち着け、カニコ。先輩、先輩になら何をされてもいいです。めちゃくちゃにしてください。そうやって割り切れたら楽なんだけどな。ふわさん、どこ。じっとしててください。ありがとう。つまみ食いしてたのバレちゃった。え、もしかして今までも。たまに。なんかいろいろ考えてるのがバカバカしくなってきた。どうしましょう。私の完璧なルートセッティングが。こうなったらやむを得ません。これを使います。悪い子はいねえが。じゃあ、慣れない読書をしてまんまと眠気に襲われたってわけだ。そうみたいです。かわいいね。あれ
神様。魔法。え？魔法が発言した。やばにゃ！神様。何がしたいの？おっと、バナナの皮を踏んで足が滑ったわ。ちょ、危ない！なかなかいい運動神経ね。そう、ありがとう。そろそろどいてもらえるかな。それはできない相談ね。これって本当に？なんですか？します伯爵。うん、やっぱりそういう考えに至るのですね。あなた方は何をする気だ。脳みそをいじり回せば簡単に。悪魔め。私は許しませんが、死にゆくだけの弱い体には永遠の命を与えましょう。私は作り上げますの。小泉さん、絶対間違ってるよ！あ、じゃあそろそろ。そうだな。じゃあ待たせちゃって本当すみませんでした。いいよ。仕事仕事。え？今の人たちと約束してたんじゃないの？何言ってるんですか？